はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングリマスタード版4周目フォークですね。現在メルビルの地下道に来て鍵がかかっている部屋があるのでぶち破りましょう。海賊がいます。お前を生かして返しちゃ、帝国軍がいない間にメルビルを襲撃する計画が台無しで、悪いが死んでもらうぜ。死ぬのは貴様だ。海賊が F246 体か。ローザリアサーベルが全体技がないんだよな。天狗走りで持っとく。クイックチェッカーで M 剣使っちゃおっか。3使うけど。どうだ、弱っ。弱って敵がね。先手を取れれば楽勝だな。さて宝箱あるけどこれ回収しちゃっていいのかな。罠関係ない。イジットレザー、うん、まあまあまあ今にしてはまあまあまあ。あ、金あんじゃん。いいねいいね。戦うのか。まあ普通だな。海賊のバンダナもいらない。あー、まあ5000円。あ、金のロットなんてあるんだ。まあ、このくらいかな、ここにあるのは。これでメルビル襲撃事件の襲撃される前のイベントですねをこなしましたと。その人は気高い目的のために戦っていたよ。俺にはそれをやめさせることはできなかった。打ち明ける最後の機会にも俺は激励の言葉しか言えなかった。男っていうのはそういうものだよな。だとさ。じゃあコンスタンツ救出して金が欲しいんですよね今。だから名誉騎士にはならない。まずはお前らを倒す。大丈夫っしょこいつらだったら。サイコブラストさえ発動してくれれば2ターンかかるか。だからそろそろ体術なんか覚えてほしいんだよな。素早さが重要かな、体術って。あと装備重量とか。どなたか存じませんか。最初のイベントをちょっとしくじってるからかな。でもラファエルは知ってたよ俺のこと。金が欲しいからね。名誉などいらん、俺は海賊だ。辞退した。7000円。よし。でアイスソードを買えるだけのお金を貯めてちょっと四天王イベントを進めたいんですよね。俺は祖父母に育てられた。多分あれは祖父母だろう。親はどうしたんだ。わからん。ただ祖父は鬼のような人だった。いや人の姿をした鬼だったのかもしれん。あの人は俺たちを厳しい試練に投げ込み、それを乗り越えられないものは容赦なく見捨てた。え、他にも子供がいっぱいいたってこと？それともなんか引き取ってんのかな。まあいいや、とりあえずアイスソードイベント進めましょう。その人の目的のために俺も死力を尽くして戦い、そして倒れた。あの人が目的を果たしたのか、あの人は生き延びたのか、何も知らずに。倒れたってお前生きてるじゃねえか。俺は確かに倒れたんだ。俺はなぜここにいるんだろう。このイベントいつまで続くっけ。さあメルビル襲撃、すでに通報してるんでここの守りは万全ですね。でどうやっていくのこれ。いけなくね。あ、いけたいけたいけた。ブッチャー、ブッチャー、よく来たな。再会を祝して怠慢で勝負してやるぜ。おう、おめえらは手出すなよ。え、これガチ怠慢ってこと。いや、ガチ怠慢だな。殴り合いだ。サブミでとりあえず腕力下げとくか。腕力を
敵の造影とかひどくないか。グッチャーだな。144それなりに食らう。ここを耐えろってことか。耐えられん。味方の造影死んでいる。でちょっと周りの取り巻きはさすがに倒しておきたいから、ミリオンダラ使えんじゃん。使っちゃおう。で変幻自在でグッチャーだな。なんか BP めっちゃ溜まってんだけど、みんななんか知んないけど1350でパンチアウト。グレイがな、とりあえず極東を装備させてるんだけど強い技がない。でザップだな。頼れるべきはザップ。乱れつきもかなり強いんだよ。準備はいい。殴れ2000。せっかないことだ。ちょっとなんか技を覚えたい。体術が全然覚えないんだよな。モードをね全部チェンジできるようにした。もう技を覚えるの重視です。やられた。八つ咲きにしてやった。これでこっちか。吹っ飛ばした。のけ下っ端。カメラマンがやられた。決着つけてやるぜ。立て。てめえこそ江戸入って死ね。なんで敵が一人いるの。アイスデビル先こっちだな。やっぱりで BP 自体は初期に戻っちゃってるから、乱れ月フォークブレード電光石火どれがいいかな。乱れ月だな。800か。やっぱ勝て。ブッチャーを乱れ月いてしまった。ちゃんと回復していこう。誰減った？ディアナか。で、スリーピートもこっち、乱れ月もこっち。カタカタカタ。連携で行くのか。いやーマジか。誰だ？ん？回復できてないな。究極傷薬を使おう。八つ咲きのちょっと回復回だな。ここはやられた。で癒しでディアナ回復させて、グレが減っててフラットスパルタンでいくか。で連射だな。火力で行こう。全体攻撃来た。めんどくせえ。どうだ。突撃か。
いや強い、普通に強い。でタークも回復で、グラフトスパさん、とにかくアイスデビルが打ってほしいな。3人回復入んないと間に合わん。いけ、全体攻撃やばい、負ける、マジで負ける。しかもまひってるし、浄化の水が使えないのか。いやーマジか、強い、強いです。ブッチャー、祖母は優しかった。厳しい試練に耐えられたのも祖母の優しさがあったからだ。だがその優しさこそが癖者だったのだ。癖者ってのはどういう意味だ。俺たちは祖母の優しさにすがらなければ生きていけなくなっていたのだ。祖父に鍛え上げられ、俺たちの力はとうに祖父を超えていた。あの場所を逃げ出すことも簡単だったはずだ。だが祖母の元を離れることなど思いつきもしなかった。アメとムチ的な感じかな。ここがアサシンギルドの本拠地なのか。アサシンギルドぶっ潰しましょう。ここはこの世の楽園で、体術はね結構技を覚えたんだけど、全体技がまだないので殴っていくか。でダークはサイコブラストでいいでしょ。青龍刀もね全体技がなくて、ブラッドスパルタンで、弓は、まあ、クローディアの BP 回復力を生かして、まずはデタラメア2ずつ回復で、ハンガーどうしよう、 MK1 回使っとくか。ちょっと全体技を中心にいこう。500くらい。デッタメアはマジで当たるかどうかって分かった。リフレクト。めっちゃ前が見えない。あ、クローディアも前が見えないか。どうする？浄化使う？てかホーク回復力3か。やべえな。だったら、あ、滝登りってどう？体術をディフェンスモードに変えて、モードを一緒にした方がいいのかな。よくわかんないけど。で浄化の水は1使うじゃん。奇跡の薬、回復量がマジ少ないからね。アロレイン使ってこう。アロレイン使いたいけど暗闇になっちゃってるからな。せっかく当たるかな。当たる。どうなの、滝登りパンチアウトと大して変わんないんだけど。ダークが死にそうだ。回復させようで、サイコブラストは常に打っとくでしょ。癒しの水、水レベルが全然上がってないな。グレイで、ここでミリオンタラーはまだ打てないか。じゃあアロレンギ行こう。アロレンギもまあ攻撃力は高いからね。でディアナは6か。石化が7だもんな。だったら EP 使っちゃうけど、こっちで行こう。いい火力だ。何回、5回あれ乱れつき。よし、2人は倒したか。あ、これやばい、まだ生きてるか。ダーク1とか。さて、じゃあ体術稲妻キック、サイコブラスターもう使えないか。じゃあ自分で自分を回復だな。でブラッドスパルタン、アロレイもう一回いけない。これ後ろ倒せるんじゃないか。で癒しの水で、まあまあまあみんな元気か。
ってことはトロイ狙いで行こう。稲妻のトロイ狙い。お、ミス。稲妻キック。サイコブラスト。スパルタン。多分サイコブラストで後ろは倒せるから、瞬速かザップか。なんかこの状態でさ、攻撃力見たいよね。見れる見れない、ザップの方が多分強いんだよな攻撃力的には。でトロイ狙いはコスパがいいんだよな、武器使うけど。思い出せそうだ。打倒ブッチャーだからね今。そのために強くなる。長い間どこかに囚われていた、永遠に伝えることができなくなってしまった思い、あの人への思いを捨て去ればそれだけで許されたんだが。どこに捕まってたんだ。わからない。とにかく時の流れが分からなくなるほど長く囚われていたよ。今どういう状況だ。魂が囚われていたかのような話、そんなことがあるのか。それでは冥府死者の門に来ております。まあ、ここからデスに会いに行きます。でちょっとまあゲームとは関係ないんだけど、年末に風邪ひいちゃってもう声がね全然出なかったんですよ。今少しとかまあ割と回復はしてきたんだけど、まだ万全の状態にはなってないですけれども、まあ、進めていきたいと思います。で煉獄を見せてもらいましょう。冥府にやってきた全ての魂は浄化され、前世の記憶や汚れも消えて精霊となるのだ。人間も動物も植物も全ての魂が精霊に変わり、人間や動物や植物として再生する。だが地上の記憶や汚れにとらわれ浄化されない魂もある。そういう魂はやがて煉獄へと落ちていく。煉獄でほとんどの魂は浄化されるが、中には頑固に浄化を拒み、いつまでも煉獄を落ち続ける魂もある。では煉獄の扉を開けてやろう。前世の執着にとらわれた汚れた魂と向き合うがよい。では煉獄門が開いたので入っていきましょう。煉獄。あ、マップがない。敵は普通にいるね。でどうするんだっけ。あ、敵に当たってしまった。冥府の戦士。あれ、これ普通の敵とは違うのか。ちょっと冥府の戦士の力とやら試させてもらおう。小型犬がまず強いのがないんだよね。ショックベイブ。どういうのか武装判断を覚えないかな。フレイムタイラントの裏四天王を倒して来てるんで、遠距離攻撃が欲しくてね、総流派を使わせてます。この骸骨系ってあまり突属性が効かないからな。まあ、ちょっともう一回してリピートでいくか。いや強いぞ冥府の戦士。
通に強くね。あ、やっと倒した1人。全体技が陣雷がもう使えねえわ。そこまで豊富ではないからな。やっぱり弓効かねえわ。でここ入って、で現在煉獄の地下1階で、行き先はルーレットで決まって57階先。いいね。でこうやって進んでいく。で1000階まであるんだよね。1000階まであって、でなんか節目節目のところはもう強制的に移動させられるんで、確か100階とかなんかそんな感じのところは。でこうやって来て34階先で、今何階だから80何階とかだよね。で92階にいたから、もう勝手に8階先になったな。これどれくらいで強制的に移動させられるんだ。でこの先がどこだ。これ怖えとこに来たな。いや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 、やだ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 、これ絶対食らったら LP 減るでしょ。おーおーおお、どうなんだ。お前は強敵な。あ、減ってない。教えてくれ。これ冥府の戦士絶対お供で出てくるから結構大変なんだけど、戦闘が。ちょっとゴブリンっぽいのがいるな。煉獄ゴブリン、煉獄とつければそれでいいのか。パンチがなんかいいのがないかな。総流派でいこう。無双三段マジで覚えてほしい。で1000回まで100回ごとにボスがいるって考えると10体くらいいんの。そう考えると武器もあんまり減らしたくないんだよね。百科自体は2回やってくるってなるとめんどくさいな。全然弱えじゃねえかよ。で101回でこんな感じで、あ、煉獄の地図ゲットした。やった。煉獄を下っていきましょう。で200回、煉獄竜、竜かと。さてどれほどの実力か。なんか苦戦はしたくないよね、長丁場になるから。できる2ターンくらいで倒したい。ゴブリンクラスと同じで、あってくれ。攻撃力は高くない。普通に道中にいる煉獄の戦士の方が強いんだけど、耐久力はそこそこだな。あ、そうでもねえか。201回、ここだ。俺が千年も囚われていた場所、千年もミルザを思い続けていた場所。煉獄の旋回まで来ました。デスによって解き放たれた俺の魂はこの体に入り込んだのか。なんと醜い姿だ。ミルザを思い続けることがそれほど罪なのか。だが神々よ、どんな罰を与えても俺の思いを変えることはできない。ダークがパーティーメンバーから外れた。そして何か落ちている。ウィザードリンク、ジュエルもゲット。でウィザードリングは煉獄旋回達成。知力と精神状態以上に強い。ちょっと装備画面で見てみよう、どう変わるか。ちょっとダイヤモンドいかはそう。知力10、精神10、状態以上20か。おお、全然いいね。じゃあちょっとダーク探し戻りましょう。普通にいるし。何か用か。俺は神々に背くものだ。俺に構うな。これを渡したかっただけだ。これはミルザが俺にくれたものだ。あ、ミルザ、俺はどうしたらいいんだ。千年考えてるとかひどい。サルーインと戦えばあなたのそばに行けるのか。
それならば喜んでサルーインと戦おう。俺は魔導士アルドラだ。今度こそ俺をサルーインと戦わせてくれ。アルドラがパーティーメンバーになった。俺は誰だ、更新で名前もアルドラになってるね。せっかくだから水流の指輪だったらウィザードリングの方が上がるね。ちょっと炎耐性は下がるけど、まあ雷耐性に弱かったから全然プラスだね。 OK、 ウィザードリングにしましょう。で俺は誰だ。一番下まで行ってミルザの仲間にして秘伝の魔導士アルドラと共に戦うことを決めたということです。まあそんなところでアルドラも仲間にしてダークイベントも終了したところになりましたので、今回はここで終了したいと思います。ちょっと次はね、あのブッチャにリベンジしなきゃいけないんで、そこからやっていきたいと思います。煉獄を見た俺の力、ブッチャ思い知らせてやる。お疲れ様でした。